かというと、AB を軸に平行じゃなく取ればいいんですよね。だから A と B 勝手な点で、なんかHA2 と BHB2 みたいな置き方をして、なんか好き勝手に軸設定すると、そうするとかなり斜めになってるので、まあ計算ややこしくなりますけど、やっぱり2次の項は絶対消えます。それは2次の、P と Q に関して2次の係数が両方とも一致するからですけど、1になるからですけど、うまい具合に消えて、結局 P と Q の1次以下の関係式になって、最後、P と Q の1次以下の関係式は直線ですから、何らかの直線の方程式は出てきます。ですから、あんまりおすすめはしない、こういう問題、座標が設定されてない問題では、うまい座標形を設定するということにも、技術があって意味もあるわけですが、ただ、計算力の強化という意義を含めてチャレンジをあえてやりたい人は、一般の座標で A を A、スモール H、スモール B に、B の座標をスモール B、スモール B にとかして、もう全然、一個もいい点通ってないような状況で気合でやってみてください。そしても、ちゃんと PQ の、P の座標の一次関係式だけが残るということ。つまり座標形によらないということは、こうして確かめることができます。まあ、直線が1本得られたら、それどう回っても直線でしょっていう話は、実は一次変換という話、数学地位で現行過程でやると思いますけど、それやると、代数的に、どう原点とか座標軸をいかに取り替えようとも、直線は直線に移ってますよという話はできるんですが、それはまあそこまで行った人の課題としましょう。で、図形的意義はこんなところ。